藤田智男は、株式会社ダーハム代表取締役社長及び、株式会社ダスコ代表取締役社長である。馬主として、日本中央競馬会及び、地方競馬全国協会に登録されていた。冠名は、マルターズとシベリアンを使用しているが、用いない馬もいる。勝負服の柄は水色、赤縦島、袖赤一本輪を使用している。 血統にも精通しており、自ら若馬を選び出す相馬ガンも、去ることながら、育成馬の大半を吉沢ステーブルに予託するなど、近年了席が目立っていた。2008年5月に死去。1995年、アメリカにて馬主となり、4頭の競走馬を購入する。その中の1頭ルラビは、ブリーダースカップディスタフにも出走し5着になるなど、 重賞を含む11賞を上げる活躍をする。その後1998年に日本の馬種資格を取得し2000年には3月18日にマルターズスパーブがフラワーカップを制し、所有馬が国内重賞初勝利を挙げた。その後2007年12月9日にゴスホーク県が第59回アサヒハイフューチュリティステークスを制し、 所有馬がジェイプニー初勝利を挙げるも翌年死去に伴い、持ち馬は夫人である藤田有子に引き継がれることになった。ありがとうございます。